はい、皆さんこんにちは。今日も三浦半島一周の旅、だいぶね南の方まで来ましたので、こちら続けていきたいと思います。さあ、ぐるっと三浦半島一周、自転車で一周する旅です。さあ、今度来たのは和田義盛の日というところです。和田義盛っていうね、有名な方がいるんですよね。これね、鎌倉殿の13人では横田栄司さんが演じております。このね、和田義盛さんっていう方ですけどね、源頼朝と共に鎌倉幕府をね作ったと言ってもいいぐらい、源頼朝に信頼されていた人物です。弓の名手、豪快勇猛な方と言われております。ただね、残念なことに頼朝が死んだ後ね、北条家に政権が移っていくときに北条家の方からね睨まれてしまうんですよね。で、北条義時にこれ睨まれてしまって、戦いを仕掛けられて和田の合戦で負けて一族が滅亡するということなんですけども、その時にね、同志とね信じていたね、すぐ隣にねいた三浦一族の三浦義村っていう人、この人にね裏切られてしまうんですよね。この三浦義村っていう人はね、この旅のね後半でもねまた出てきますからね、覚えておいてください。さあ、義盛さんを検証したこの石碑がこちらに残されておりました。はい、それでね、そのすぐそばなんですけどね、面白いもの見つけましたよ。野菜の自動販売機というかね、まあ自動販売機ではないですね、このねコインロッカーみたいなところにね野菜が入っていて、お金を入れるとそこのロッカーを開けてこの商品が取り出せるっていうね、トマト200円みたいな感じですよね。でね、ここにね、なんていうんですか、これ面白い名前のね、表彰状ですかね、認定証ですか、持続性の高い農業生産方式導入計画認定証ってね、いや持続性が高いってこれどういうことなんでしょうかね。こういうふうにね、コインロッカーで売るっていうことが、まあ、人件費もいらないからね、農業の経営としてはなかなかいい手法ですよっていうことをね認定したんだと思います。さあ、さらにこの道路を南へ南へと下っていきます。いやー、青い空、そしてゆっくり走ろう三浦の道を、いい街だって書いてあります。いや、のどかでいい街ですよね。しかもね、自転車がね結構走りやすいんですよね、ここの道路。嬉しいです。さあ、やってまいりましたのは三崎口駅。三崎といえばマグロですよね。駅の看板にもマグロが飛び出ております。このね、京急線の一番南、終点の駅ですよ、三崎口駅。ついにこの京急線の終点まで来たんですけれども、まあいよいよこっから先はね、電車も通っていない、かなり奥地という感じになりますよね。さあ、ここにはためいていたのが三崎マグロ切符。この三崎マグロ切符ってね、これね、どういう意味なのかなと思ってね、調べようかなと思ったらね、調べるの忘れちゃいました。なんかね、意味がね分かってる方がいたらね、教えていただきたいと思います。なんでね、マグロと切符が結びつくのかちょっとよく分かりません。さあ、城ヶ島はこちらですよっていうね、この看板、ここね、引き橋っていう交差点なんですよね。ここ結構有名なね交差点ですよ。もうこれね、車でもね、ここの引き橋まで来るともうね、いよいよ南まで来たなっていう感じです。この左の方にね行くのが、北の方にね北上していく横須賀に続く道、そしてね、まっすぐ行く奥の方が城ヶ島の方へと続く道になります。ここまで来るとね、かなり南まで来たなという感じです。この引き橋の交差点、車がじゃんじゃん通っております。さあ、このそばにはね、三浦一族を検証した紐を見つけることができました。これね、どういう言われなのかっていうのはね、ちょっとあんまりねよくわかんないんですけど、三浦霊場のなんとかって書いてありました。このようにおじさんが、お地蔵さんがあります。でね、この辺はね谷なんですね。大きな谷があります。で、この谷がね、三浦一族のねお城をね守ってたんですよね。で、この谷に橋がかかってます。今この道路、ちょうどね左側見てください、この橋みたいになってますよね。この谷に橋がかかっていて、この橋でこのね守ってたんですよね、お城。敵が攻めてきた時はこの橋を引いて、そして敵の侵入を防ぐということで、この橋を引くからね、この辺を引き橋というそうです。さあ、この引き橋の地名の由来も分かりました。さあ、城ヶ島まであと4キロという地点まで来ております。三崎まであと3キロ、
さあいよいよ最南端までもう少しというところまで自転車で下ってまいりました。このようにね、道のね至るところにね、昔のねお墓っていうんですかね、石碑がね残されているのがね、この三浦半島のね特徴なんですよね。まさにね三浦一族が栄えていたのがこの石碑の様子を見てもわかります。鎌倉時代からね結構栄えていた土地だということです。さあホテルがあり、そしてこのホテルはね油壺温泉なんですよね。油壺マリンパークというね施設がねあったんですよね。最近残念ながらね水族館がね閉園しちゃったんですけどね、油壺マリンパークの跡地まで来ました。キャンプパークって書いてありますよね。今ね油壺マリンパークの跡地はねキャンプ場になってるんですよね。中にはバーベキュー施設、ドッグラン、ポニーと触れ合える体験施設などがね充実しております。油壺温泉のすぐそば、そしてね小網代湾も一度一望できるレストランですとか天然の温泉などもあります。このね油壺マリンパークの跡地、これね今ね頑張っているところだと思います。さあそのそばにはねこんなね三浦らしい油壺らしいねこのお魚屋さんっていうんですか、タコ、サザエ、エビ、アワビって書いてありますよね。新鮮なタコとかアワビをね売ってくれるお店なんでしょうね。これね地元になったらねこれ買い毎日のようにね通ってね買いたいですよね。さあそのすぐそばですけど油壺 KQ マリーナ、このね油壺のね小さな湾のところにねヨットがねひしめき合ってるんですよね。いやーこれね大きいヨットはねそんな見当たりませんでしたけど、この小さなヨットがねたくさんここにね並んでました。油壺マリーナです。さあそして油壺マリーナのこの景色もね素晴らしかったですよ。ほらこれ見てください、ヨットの帆柱の向こうに何が見えますか。いやー富士山が浮かんでますよね。ここにもこの景色もね素晴らしいと思います。さあさらに三崎街道をどんどん南の方へと南下していきましょう。はい、こちらの真っ青な海、やはり向こうに見えるのは富士山、この岩の向こう鳥の向こうに見える富士山素晴らしいです。さあここでね左側見てくださいよ、ちょっと面白いもの見つけました。イルカの壁画ですよね。これね地図にもねここにイルカの壁画がありますよってねあったのでね、それねしっかり見てきました。こんな感じです。誰が描いたんでしょうか。さあそして向こうに見えるのはジャパンフィッシュカレッジってね書いてあります。これねこれから開校する日本魚専門学校ということでね、魚の生態や料理の仕方を学ぶんでしょうね。これから開校するということで、いやここでもねいろんなね水産の勉強をねしていただいて、おいしいお寿司屋さんとかねたくさんできるといいですよね。さあこのすぐそば三崎魚市場食堂、ここもね入ってみたんですけどね、っていうかね行ってみたんですけどね、ほら迷わず食えよ、食えばわかるさ海鮮丼、当店の一番人気市場の日替わり刺身と焼き魚定食、そしてこのマグロのねブツ、マグロ尽くし定食、これもね三浦ならでは、三崎ならではのねここちょっと食べたかったんですけどね、さっきね海鮮丼食べちゃったからねここはね入れなかったんですけどね、このねもう三崎の町に来るとね町中がマグロマグロマグロって感じですよ。ほらマグロ料理立花、そして三崎マグロ直売って書いてあります。もう看板がねマグロだらけ、マグロ定食ひとみ食堂、マグロ漬け、はゆか総本店、創業大正、こちらもマグロのお店、マグロのお店がねとにかくねたくさんあるんですよね。町中マグロだらけです、マグロの町です。そしてねウラリマルシェっていうね、ここにもねマグロだけじゃない野菜なんかもね売っている施設があります。このウラリマルシェはね1階が魚館、2階が野菜館、そしてその上に展望デッキがあったり、またねこうやって、ね、遊覧船みたいでね海を一周できるね子供も喜ぶような施設があります。さあ店の中はねこんな感じですよね、海も一望できます、本当にいい天気です。さあそしていよいよこっからこれ城ヶ島大橋、ここまで来ました。この橋を渡ると城ヶ島です。さあ次回は城ヶ島へ入っていきたいと思います。今日もありがとうございました。三浦半島一周の旅まだまだ続きます。